はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はパズドラニーズヘッグ降臨極邪竜でよろしいのですかね。はい、地獄の蛇の竜です。はい、蛇なのか竜なのかどっちかわかりませんけども、はい、やっていきたいと思います。はい、ですね、ものすごいギミックがめんどくさくて、最初のターンでは雲を使ってくる敵が来たり、2フロア目はこれといって特に何もなかったのかなですかね。2フロア目はコンボ吸収と毒ドロップを作ってくるのかな確か。で3フロア目は、暗闇プラス盤面ロック。4フロア目は 50% の根性プラス爆弾を12個生成。はい、最後は、5フロア目なんですけども、4000万ダメージを無効スキルを強いにしてくると。はい、まあ、非常にめんどくさい降臨となっておりますが、できる限りの対策をした結果こんな感じのパーティーとなりました。はい、エルゲヌビ最初の雲ですね。あと毒ドロップを、耐性で3つついてるので、それとミトさんだったかな。はい、ミトさんのついてるやつで、はい、毒を無効ができます。で、僕の、リーチェさんに暗闇耐性が2つついておいて、40% の確率で無効化と。はい、爆弾ドロップを無効化するのはお邪魔ドロップ耐性が必要なんですけども、お邪魔ドロップはまあこれ、はい、シェリアスルーツのオールドロップウィルで全てをパッパラパッとしていけたらなと思っておるところでございます。はい、でゆうなさんは相変わらずの防御ですね、ダメージを半減っていうのがちょっと強いので入れております。フレンドさんは、はい、覚醒スキルはこんな感じです。でですね、今回のダンジョン、ちょっとラスト4フラム5フラムが悪魔タイプが出てるということで、水戸さんを連れてきております。悪魔キラー2つがぶっ刺さるんじゃないかなということで、はい、今回はこのリーチェさんでやっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではやっていきましょう。僕は未だにこのダンジョンがクリアできていないので、雲ですね。雲はエルゲの見て向こうと。未だにダンジョンこれクリアできてないからこそクリアしたいとは思いますが、果たしていけるのでしょうか。もちろんクリアする気満々ではいきますが、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、光がないのか。いや、全部揃ってるね。根性がありますが、はい、根性が切れたら何かしら攻撃してくるわけでもないので大丈夫です。なんだったらスキルを貯めるっていうのもありっちゃありですけど、まあフラジールオーロラとかそこら辺まで無理だと思うので、もう今回パパッといきたいと思います。ハウスこれが限界か。限界ですね。OK、全属性揃ってくれればよかったんですけど、左下の方がちゃんとコンボできてなくて、あーって思ったんですけど大丈夫でした。ギガントボディ6コンボ以下の攻撃を吸収、ブラックミサイル、これ毒ドロップが発生するだけなんですよ。だからね、できる限り対策をと思いましたけど、ほぼほぼ必要ないです。毒ドロップの耐性は落ちてくるだけですので、で木からの水以上4、5、6、8。一応コンボはしてあるので大丈夫だと思います。ドロップが1個だけ、これも完全にお邪魔ドロップと化してしまいますね。はい、3フラ目です。はい、暗闇ドロップ。はい、残念なことに無効化はしてくれませんでした。はい、40% しかないので、暗闇耐性が。本当はちょっと別のやつも入れたかったんですけど、最初の雲はめんどくさいし、毒ドロップも対策したいし、ってことを考えた結果こんな感じです。はい、僕こうなったら全くコンボできません。申し訳ないです。見えない。家電。ドロップがロックされまくっちゃってるんで、もしかしたらね、この後の、4フラ目、イズン&イズナっていう、イズイズでよく言われてたあの2人が出てくるんですけど、あいつら爆弾ドロップ12個生成できないかもしれないです。12個生成しようと思ったら、指がドロップロックがかかってるから、大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、ミットバインドされることはないので大丈夫です。水だな、ここは水を揃えて、123456788OK です。一応今のやつは何タイプだったっけ、ドラゴンタイプなんですけども、僕にマシンタイプ機能がついてますね。はい、イズン&イズナ。はい、爆弾ドロップです。これで消します。消したはいいですが、この後根性あるんですよ、こいつ。はい。この根性がすごくめんどくさくて、ちょっと今回回復が5個来なかったんで、ちょっと回復ドロップ2つ読み込みたいと思います。ダメでしょ。そうですね、これは召喚師になってみましょう。エルゲヌビは、回復を消してしまうのですね。ダメですね。1234やばい、いらん落ち込んが来てしまった。そんなことするつもりはなかったんだが。本当にいらない落ち込んですよ。もう勘弁してもらっていいっすか。でもまあ操作時間耐性が11秒あれば頑張ってコンボで234567いけ、いかんダメなんだよ。これはできるんだけどね。ブロートガルドロール、あ、結果助かったみたいです。結果なんとか助かりました。はい、基本根性発動させちゃった後はもうほぼほぼ負けというか、ゲームオーバーはほぼほぼ確定だったんですけど、なんか覆せたみたいです。まあ、やっぱりイズナ&イズナさん減らしすぎなければ変なことはしてこないので、はい、なんとか突破です。はい、ラストです。ダメージ無効貫通があった方がいいんですが、遅延めっちゃされるやん。これ1ターンから7ターンまでランダムで遅延してくるんですけども、ディーチェが一番遅延苦労だな。あかん。飽きませんこれは。まああかんけど、あかんねんけど、できることはする。123456788色が足りてないんですね。一応2ターンに1回行動なので、ゆうなさんががっつり遅延されてしもうとるな。ゆうなさんががっつり遅延されちゃってるんで、ちょっとこれは防御耐性が張れないっていうのはちょっとね、僕ゆうなさんの防御耐性かなり好きなんで。はい、謎パズルをしていたような気がしなくもない。一応落としは狙ったんだ。10コンボ11コンボはい、実を言うと初めてクリアしました。はい、まあもちろん何回かやってたんですよ。イズナ&イズーナで詰まってたんですよ。4フロア目でガチで止まってたんで、まあ、一番簡単な超時刻級とはいえクリアできました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。